説明しよう。ストリーマーグラセフとは、仮想都市ロスサントスの一住民として第二の人生を歩むストリーマーサーバーである。住民たちは様々な職につきキャラクターになりきり生活をしている。今回私は日本で組長を制した強盗犯を歩いて帰ります。招集されこの町へと降り立った。やばいぞ。俺と小峰さんともう一人人質で、全員でこうやって出て行って助けてーって言いながら出て行って、さあ犯人は誰だ問題意味ない意味ない、無理無理、犯人なんだから最初から俺ら。いや、やりたい、やってみようか。じゃあ協力的な人質探そう。死んでないからいいから。矢上さん暇？矢上さんいいよ。あ、ちょっとあのね、今から人質になってもらうんだけど、ちょっとお願いしたいことがあって、あの手錠しないんだけど、ちょっと手挙げたまま助けてって一緒に出てほしくて、で一番最初にあの狐さんが私は正直者ですって言うんだけど、その後に矢上さんが狐さんは嘘つきです、私が正直者ですって言えばいい。10分ぐらいね、はい、あとは僕が全部うまくやります。外したら俺たちは歩いて帰ります。警官がねそういう勝負です。 OK です、頑張って。さあ皆さんも一緒に考えてみよう。犯人は誰でしょう。さあ警察はこの謎を見破れるかな。ちなみにジョーカーさんと同じチームなんですか。あ、そうです、そこの人です。面白犯罪集団です。今回はね、街のギミックを使ったものではなく、皆さんの頭を使っていただこうかなという試みでございます。なんだろう、テンション上がってきたな。よし、行きますよ。はい、通報します。じゃあもしもし、もしもし、今スドバ横のあの8178、で銀行強盗が行われてます。わかった、今すぐ向かう。通報ありがとう。はい、すぐ行く。すぐ来るって。誰に電話したの。ごめん、オルカに電話しちゃった。ちょっともう一回電話するわ。賢そうなの捨ててた声って。もし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 、もし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 、あの着いた。あ、あのちょっと賢そうな人も連れてきた方がいいかも。は、オルカで十分じゃないってことか。わかった、賢そうな人な。もう一緒に一緒に。了解、わかった、はい、賢そうな人も連れてくるって。あの銀行強盗犯ってさ、この二人揃ってたら無理やで。いや、そこはフラットに考えてもらおうよ。入ってくんね。外で待っとけ。はい、せーの、外で待っとけ。外で待ってて。何に付き合わされてんだ。でも B さんも犯罪者なんですもんね、普段。はい、もう捕まってます、一回。もうじゃあもう誰が犯罪か分かんないよね。ここことして初犯切られたらしいよ。初犯切られました。じゃあもう誰が犯罪者か分かんないけど、まあそれ言い出すとみんな犯罪者か。まずいな。まあそれはそう。それはまずいな。あの B さんじゃないか。さて皆さん聞いてください。Cさん、 B さんじゃない。賢い人集まってきました。だったら A だろ。 A さんどうぞ。私は正直者です。はい、 B さんどうぞ。 A さんは嘘をついています。私が正直者です。 B さんは嘘つきです。私が正直者です。さてこの中に2人嘘つきがいます。正直者は1人だけです。その嘘つき2人が今回の銀行の犯人でございます。正直者は誰か警察の中で1人決めてください。これはもうだから言ったら間違っていた場合、強盗犯は歩いて帰ります。はぁ、なんだって。やばいぞやばいぞ。さあみんなで考えろ、みんなで考えろ。制限時間は5分やる。5分。5分か。これをやってる時点で全員嘘つきだよな、これ絶対な。どういうことだ。まあだから考えよう考えよう。B さんは嘘つきです。私が正直者です。今度は C やな。じゃあ C が正直者。もう D が欲しいな、これ。 D は何だよ。D がいたわけわからなくなる。 D は C なのかな。わけわからなくなるって。増えた増えた。 C さんは嘘つきです。私が正直者です。 D さん出てる。 D さん出てる。 ちゃんと怒られてる。わかんないもんね、オルカね。わかんないオルカ。わかんないもんね。好きな食べ物も追加で言ってみて。待って。いらない、その情報いらないよ。ダメか。おかしいな、それは。じゃあ B さんが正直者だったら、 B さんが正直者だったら A が嘘ついてるだけだから、 BC は C の。 A も嘘ついてることになるな。あ、そうか。そうか。B さんは嘘つきだ。 B 嘘つきって言ってるから C も嘘ついてることになる。 C も嘘ついてるな。A さんが正直者だった場合は B が嘘つきで C は普通。普通って何？普通って何？ B 正直者の CA じゃないこれ。じゃあ B が本当に大丈夫ですか？それでファイナルアンサーでいいですか？では足を通せるか。足を通せるって何？じゃあ B か。おい、どうする？最後にもう一回いかん。最後にもう一回いかん。そうだな。私は正直者です。好きな食べ物は麺類です。麺か。A は嘘つきです。 B が正直です。血液型は AB です。
わかんなくなった、わかんなくなった、もう見えなくなった、やばいやばい。 B さんは嘘つきです。私が正直者です。僕は A カップと B カップあたりが好きです。あかん、アルファベット並ぶな。聞いてない、聞いてない、アルファベット多いな。 B でいいんじゃないか、もう B かな。 B でいい、 B が正直。 B いきますか。 B いきましょう、 B いきましょう。アンサーですか。ファイナルアンサー B。 正解は B が正直者で正解です。イエーイ、やったー、やったな。逃げてるぞ。めっちゃ面白いやん。逃げるな。めっちゃおもろいやんけ。楽しかったですか。ありがとうございます。助かりました。あいつは本当にガチなのか、共犯じゃないか。いや、あれガチ人質です。警察署もいいけど、たまにはデートしよう。行こう。これはこれトリプルデートだ。そしたらでも3人やったぜ。行こう行こう、海とかまで行こう。海とかまで、デートゴー、海とかまで行こう。ダメだ、あのな、プレゼントという名のデートが待ってるぞ。いい問題になった。オルガよく分かんなかった、最後まで。うん、そんなことだろうと思ってた。うん、でもみんなやっぱり正解だな、賢いやつを募集して。もう我こそは賢いと思うやつを呼んだからな、みんな。すげえ真面目に考えてたね。うん、真面目に考えるよ、オルカたちは。ちなみに衛星のみんなのために答え合わせをしますとですね、確かに大事な。 A さんが正直者の場合は、まあ、A さんが正直者ですが本当になります、うんうん、B さんの言ってることは全部嘘です、うん、C さんの言ってることが B さん嘘つきです本当、私が正直者です嘘になるので、まあ矛盾してますよね。確かに。で B さんが正直者の場合は、まあさっきの答えの通りやね。そうだな。で C さんが正直者の場合は B さんが本当と嘘のことを2個言ってることになるから矛盾しちゃうよねってことで、今回の正解は B さんでした。途中からよく分かんなかったけど、そうでした。そうでした。まあということでね、今回ランチ監禁と準15等で300万だから残念だけどプリズンだ。やだ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 。認識が違うおるか。フリーカ銀行は確定。え、嘘、やだ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 、確定でプリズンだ。やだやだやだ。ちょちょ、おるか話し合おう。ちょっといってらっしゃい。おるか話し合おう。ちょっと待って、この状態で送るなよ。サイコロとかで、サイコロとかで決めよう。1から3だったら15分にしようか。4から6だったら30分にしよう。2分の1、2分だ。わかったわかった、よし。そうだよ。まあ、2人の人生も、はい、2人とも30分。ああ、ええねー、やだ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 、30分、やだ、長い。ね、問題も考えたんだよ。まあね、本当だ。次の問題を考えてくれればよくない？もう中で。ああ、もう待ってんだ。ちょっと楽しみになっちゃってんだ今。正直ね。よし、行ってらっしゃい。まあ、頑張ってな。楽しみにしてます。楽しみにされてる。意外と盛り上がったな。何のこっちゃになると思ったけど、いや俺は見えてた、この光景が。今日はバイバイ。